元気でいるか、薪にはなれたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。城跡から見下ろせば青く細い川、橋のたもとに造り酒屋のレンガ煙突。この薪を綿菓子に染め抜いた雪が消えれば、お前がここを出てから初めての春。手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい、お前の笑顔薪はビール、お袋に聞かせてやってくれ。元気でいるか、薪にはなれたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。山のふもと煙吐いて列車が走る、木枯らしが雑木林を転げ起きてくる。金色の毛布つけた田んぼにぽつり、置き去られて雪をかぶったかかしが一人。お前が都会の、お前も都会の雪景色の中で、ちょうどあのかかしのように寂しい思いしてはいないか、体を壊してはいないか、手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい、お前の笑顔薪はビール、お袋に聞かせてやってくれ。元気でいるか、薪にはなれたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。はい、今夜はね、さださんのかかしじゃあマンスも行こうか。いいね、この歌ね。元気でいるか、薪にはなれたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。城跡から見下ろせば細く長い青く細い川、橋のたもとに造り酒屋のレンガ煙突。この町を綿菓子に染め抜いた雪が消えれば、お前がここを出てから初めての春。手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい、お前の笑顔薪はビール、お袋に聞かせてやってくれ。元気でいるか、薪にはなれたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。山のふもと煙吐いて列車が走る、木枯らしが雑木林を転げ起きてくる。緑銀色の毛布つけた田んぼにぽつり、置き去られて雪をかぶったかかしが一人。お前も都会の雪景色の中で、ちょうどあのかかしのように寂しい思いしてはいないか、体を壊してはいないか、手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい、お前の笑顔薪はビール、お袋に聞かせてやってくれ。元気でいるか、薪にはなれたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。はい、じゃあ次もあれ、さださんでこれ行こうか。関白宣言行こうか。久しぶりに関白宣言ね。関白宣言行こうか。
なんだっけ、雑誌。なんだ、雑誌作りは感冒する。なんだっけ、雑誌。あれ？出てこない、雑誌が。ダメだな、かぶっちゃったらダメだね、赤プロの方が。出てこないね、ほんとね。出だし。あれ、ああ、ダメだもん。え？ああ、ダメだ。漢方薬に出てこない。ダメ。残念。ああ、残念だよ。カンカン出てこないよ、カンボ。で、今度これ行こうか。まあ、また混んでたわね。じゃあ、道化師の線っていくか、道化師の線だと。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。僕たちは小さな船に悲しみという荷物を積んで時の流れを下ってゆく船人たちのようだね。君のその小さな手には持ちきれないほどの悲しみをせめて笑顔が救うのなら僕はピエロになれるよ。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。きっと誰もが同じ川のほとりを歩いている。僕らは別々の山をそれぞれの高さ目指して、息も継がずに登ってゆく山人たちのようだね。君のその小さな腕に支えきれないほどの悲しみを、せめて笑顔が救うのなら僕はピエロになろう。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。いつか本当に笑いながら話せる日が来るから。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。笑ってよ、僕のために。笑ってよ、僕のために。お前を嫁にもらう前に言っておきたいことがある。かなり厳しい話もするが、俺の本音を聞いておけ。俺より先に寝てはいけない。俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ。いつも綺麗でいろ。できる範囲で構わないから。忘れてくれるな。仕事もできない男に家庭を守れるはずなどないってこと。お前にはお前にしかできないこともあるから、それ以外は口出しせず黙って俺についてこい。お前の親と俺の親とどちらも同じだ。大切にしろ。舅小舅賢くこなせ。たやすいはずだ。愛すればいい。人の陰口言うな、聞くな。それからつまらぬ嫉妬はするな。俺は浮気はしない。多分しないと思う。しないんじゃないかな。まあ、ちょっと覚悟しておけ。幸せは二人で育てるもので、どちらかが苦労して作るものではないはず。お前は俺のところへ家を捨ててくるのだから、帰る場所はないと思え。これから
俺がお前の家。子供が巣立って年を取ったら俺より先に死んではいけない。例えばわずか一日でもいい。俺より早く行ってはいけない。何もいらない。俺の手を握り、涙のしずく、二つ以上をこぼせ。お前のおかげでいい人生だったと。俺が言うから、必ず言うから、忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する女は、生涯お前一人。忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する女は、生涯お前ただ一人。はい。なんとか韓国戦で歌いましたね。この歌詞がいいよね。ここ最初のとこね。ここが好き僕。なんだっけ。忘れてくれるな。仕事もできない男に。家庭を守るはずのないってこと。ね。確かに僕はね、仕事ができないから家庭を持てないんだなと思う。まあ、しょうがないね。そう、本当、この通りだ。うん。でもな、一人でいること幸せもあるからさ、もうこの歌、関白宣言を から考えるのはさ、だから僕は一人なのはそうよ。一人でいることに幸せを感じちゃったから、この幸せが崩れるんじゃないかと思って、一緒になる気がないんだよ、誰ともね。うん。だから何度、前から言ってくれ、ほんと。何度もう一回今日も言う。一人でいることの幸せを知ってしまったから、僕はずっと一人でいたいと思う。しょうがないんだ、知ってしまったからさ。結婚する人が結局さ、一人でいることの幸せを手にできなかったのかもしれない。僕に言わせれば。僕に言わせればそうだよ。結婚を早々にする人いるよね。例えばさ、橋本さんとかさ、元大阪フリーとかさ、やった。あの人さ、もう学生、なんだっけ、社会人になって間もなく受験行くだろうね。学生時代好きだった人、高校だっけね。あの人、まあ一人になる見つけ、一人でいられることの幸せよりも、二人いられる幸せを見つけちゃったんだろうな、あの人ね。で、僕はそうはならなかった。ね。そうに本当、一人でいることの幸せを知ってしまったから、うん、そうやって一人でいるんです。まあ、いろいろ、そんな思いを込めて、今回最後はこれで行こうか。一人でいることの幸せを知ってしまったんだ、僕は。で、最後はさっきここで締めよう。バンバンのやつ。幸せを数えたら、片手にさえ余る。不幸せ数えたら両手でも足りない。いくら心が綺麗でも醜い足のこれは嫌だと泣いた夜さえいつの日か笑い話になるものさ。さあ聞こう。思い通りに、さあ聞こう、生きてごらん。それが悲しい、恋でもいい、笑い方も忘れた時は、思い出すまでそばにいるよ。幸せを話したら、5分あれば足りる。不幸せ話したら一晩でも足りない。さっきこと言うのは死に苦だと自分に宛てた手紙燃やして窓に死体を押し当てて家を出たいとつぶやいた。さっきこ思い通りにさあ聞こう、生きてごらん。そして心が傷ついたなら、泣きながら帰っておいで。僕はお前のそばにいるよ。さあ聞こう、思い通りに。さあ聞こう、生きてごらん。そして心が傷ついたなら、泣きながら帰っておいで。僕はお前のそばにいるよ。はい。これはバンバさんのサキコでした。今日はね、カカシに、カカシの後に、なんだっけ。道化師のソネットで、関白宣言で、サキコでした。じゃあ、今日もね、YouTube でライブ配信したいと思います。YouTube ライブ配信ね。じゃあ行こうか。今日は寝坊しちゃったんで行けなかったね。来週こそ行こうね。あ、キャンプ行けなかったね。ほんと奥さんも早く、絶対来週こそ奥さん行くぞ。あー、もうダメだな。もう明日も行かない、のんびりするよ、うん。
今日も YouTube でライブ配信ね。よし、この生存確認。今日休みだったから早めね。うん、2023年、アウトドアがなかったからな、2023年。1月の、早いな、もう、1月も28日か、土曜日。寂しくなると尋ねる坂道の古本屋、滝読みをする君に会える気がして、心がシュンとしたしは昔なら君がいて、おどけては冗談で笑わせてくれた。青春は長い坂を登るようです。誰でも息を切らし、一人立ち止まる。そんな時、君の手の優しさに包まれて、気持ちよく泣けたなら幸せでしょうね。言葉に出せない愛も心には通ってた。同じ道もう一度歩きませんか。ペンキの剥げたベンチに手のひらを当ててると、君のいたぬくもりを今も感じます。青春は長い坂を登るようです。誰かの強い腕にしがみつきたいの。君といった年月が矢のように過ぎ去った残された悲しみがはがみ込んでます。青春は長い坂を登るようです。誰にもたどり着ける先はわからない。そんな時、ほら君が慰めにかけてくる幸せの足音が背中に聞こえる。はい、こんばんは。今夜はね、岡田奈々ちゃんのね、青春の坂道を歌いました。2023年1月の28日土曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。はい、こんばんはね。今日はね、寝坊したね。あ、キャンプに行かなかったけどね、次回行こうね。こんばんはね。今日だから今日はね、生存確認ね。どうも、コウキさん、どうも、コツさん、どうもね。うん、ちょっと行かなかった、寝坊しちゃってね。どうもね。うん、キラシーさん、どうもね。カズマさん、どうも。ヒロス君、どうも。じゃあ、今日はね、ナナちゃん、青春の坂道。だから今日はね、代わりにね、あれ、アウトドア系の動画見てたんだ、あれ。アマゾンでね、それで、それ見た動画はね、あれ、なんだっけ。ゆるちゃんのやつね、あの、アニメで。ね、そんな。ゆるちゃん、ちょうどね、あれ見てたらね、僕、この青春を歌って、この歌を、青春の坂道流れてきたんでね、あれ。もうまた、ゆるちゃんのアニメって、また、続編やるみたいだけど、そうしたらさ、この、ぜひとも、この、ななちゃんの青春の坂道いいかなって、合うなと思った、僕、エンディングでもいいけど、よいかな、あれ。ちょうどあれってさ、あの、青春時代だもんね、舞台がさ。うん。あれ、エンディングあたりにこれ、青春の坂道流れたら良さそうと僕思った。じゃあ、そんな思い込めて、今夜、岡田奈々ちゃんの青春の坂道、ね、ゆるちゃんのエンディング良さそうだよね、この歌ね。青春時代にいいね、これね。
寂しくなると尋ねる坂道の古本屋、立ち読みをする君に会える気がして、心がシュンとしたしは、昔なら君がいて、おどけては冗談で笑わせてくれた。青春は長い坂を登るようです。誰でも一度きらし、一人立ち止まる。そんな時、君の手の優しさに包まれて、気持ちよく泣けたなら幸せでしょうね。言葉に出せない愛も心には通ってた。同じ道もう一度歩きませんか。ペンキの剥げたベンチに手のしら当ててると、君のいたぬくもりを今も感じます。青春は長い坂を登るようです。誰かの強い腕にしがみつきたいの。君といた年月が矢のように過ぎ去って、残された悲しみがしゃがみ込んでます。青春は長い坂を登るようです。誰にもたどり着ける先はわからない。そんな時、ほら君が慰めにかけてくる幸せの足音が背中に聞こえる。あ、どうもね。無制限じゃないからね、向こうじさんね。はい。青春の坂道。じゃあ次もね、青春系でいこうか。青春っぽい歌いこうか。青春系で、今度この歌。青春系いこう、今夜はね。あ、どうもね。今度の歌、この歌いこうか。今夜は青春系のやつで。え？夢の坂道は木の葉模様の石畳、まばゆく白い長い壁、足跡も影も残さないでたどり着けない山の中へ続いているものなのです。夢の勇姿はコバルト色の空と海交わって、ただ遠い果て輝いたという記憶だけで、ほんの小さな一番星に追われて消えるものなのです。背中の夢に浮かぶ小舟に、あなたが今でも手を振るようだ。背中の夢に浮かぶ小舟に、あなたが今でも手を振るようだ。夢の語らいは小麦色した帰り道、畑の中の戻り道、ウォーターメロンの花の中に数えきれない長い年月、歌った音をするものなのです。背中の夢に浮かぶ小舟に、あなたが今でも手を振るようだ。背中の夢に浮かぶ小舟に、あなたが今でも手を振るようだ。はい、これは俺たちの旅ね。どうも、な、大牧さん、どうも。今夜ね、お肉系ね、お肉系です。じゃあ今度その前に、今夜、ね、青春系のソング歌を歌ってます。青春系のやつ、今歌ったのは俺たちの旅。青春といえばこれもそうかな、青春っぽい歌。そう、お肉ね、お肉系のつまみです。ハゲもわかんない、ごめんね。
悲しみに出会うたび、あの人を思い出す。こんな時そばにいて、肩を抱いてほしいと。慰めも涙もいらないさ、ぬくもりが欲しいだけ。人は皆一人では生きてゆけないものだから、虚しさに悩むしはあの人を誘いたい。一言も語らずに同じ歌歌おうと、何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる。人は皆一人では生きてゆけないものだから、何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる。人は皆一人では生きてゆけないものだから、生きてゆけないものだから。はい、どうもね。はい、これ触れ合いでした。じゃあ今日のお夜食行こうかね。お夕飯かな。今日お肉系でね、今日スーパーのソーダ売り場でね買ってきたやつ買ってる。そう、今日1180円か、豚バラつるし焼き豚ってやつね。こんなやつ、これをね適当に切ってネギで温めて食おうかな。これ、うん、豪華焼き豚バラのやつだ。豚バラつるし焼き豚ってやつ、こんなやつね。今日これ、これを切って、うん、もう上のもね、あ、もう重きが分かった。今日これ、今日ね、こんなやつね、つるし焼き豚ってやつ。まあね、うまそうだよこれ。これ一本買ってきちゃった。これ切って。うん、そうね、そう。ちょっとね、じゃあちょっと用意する。用意するんで。いいね、じゃあ行こうか。じゃあそうですね、じゃあ焼き豚切ってくるね。じゃあ焼き豚切ってみますね。早くはないね。ね、今日早かった。でも30分から切ってくるね。これ温めて。
これだ。今日はこれだ、焼き豚ね。これをね、電子レンジ、これ、今日はこれ、焼き豚です。うん、これは電子レンジで食べて。こんばんは。どうも、パワーさんどうもね、ブロコさんどうもね。今日は焼き豚。これね、これをつまみにね。じゃあ、これ電子レンジ。これ電子レンジで温めてください、これ。電子ラップして、電子レンジで温めて。よし、じゃあ、いいや。じゃあ、電子レンジ温めてる間、もう一回歌おうか。次は歌に戻りますね。じゃあ、温めてる間で電子レンジで、どうもこんばんはね。じゃあ、次の青春ソングはこれいこうか。次の青春ソングこれいきます。青春ソングって言えばこれだよな。どうも。まだまだ、今食べてる間な、あれ、焼き豚ね。卒業までの半年で、答えを出すと言うけれど、二人が暮らした年月をなんで測ればいいのだろう。青春時代が夢なんて、後からほのぼの思うもの。青春時代の真ん中は、道に迷っているばかり。二人はもはや美しい季節を生きてしまったか。あなたは少女の時を過ぎ、愛に悲しむ人になる。青春時代が夢なんて、後からほのぼの思うもの。青春時代の真ん中は、胸に遂げさすことばかり。青春時代が夢なんて、後からほのぼの思うもの。青春時代の真ん中は、胸に遂げさすことばかり。ちゃう、行かなかった世界さんね。寝坊しちゃったからさ。うん。どうも、向井さんどうもね。うん。つまんない人来なくていいよ。ごめん、そう、世界さんどうも。昨日行くって結局朝起きらなかったら行かなかった。のんびりしてた。ね。で、うん。行かなかった結局。まだ来議会行こう、来週ね。うん。疲れちゃった、ほんとね。うん。じゃあ次これ行こうか。今、青春時代ね。うん。今度これか。今度青春系の歌でこれいこうか。青春系でこれいこうか。山口も萌えちゃんの青い鍵って言ってみようか。あ、工藤さん、わかんない、工藤さんね。うん、あなたが望むなら、私何をされてもいいわ。いけない娘だと噂されてもいい。恋した時に体の隅で別の私が目を覚ますの。大きな胸に抱き止められて、綺麗な涙こぼすのよ。そばにいれば、そばにいれば、誰も怖くない。あなたが望むなら、私何をされてもいいわ。いけない娘だと噂されてもいい。恋した時に、心の中で、別の私、
に生まれ変わる。さ、恥ずかしそうに薄目を開けて、初めて秘密打ち明ける。そばにいれば、そばにいれば、何も欲しくない。あなたが望むなら、私何をされてもいいわ。いけない娘だと噂されてもいい。どうもね、ホキキンみたいなワッシュ、わかんない、ごめんね、今回わかんない、それ。わし、あ、そんな歌、歌、その時そんな歌あったの覚えてるけど、ちょっとわかんないよ、ごめんなさい。朝香ゆいちゃんもセシルもあったけど、ちょっとわかんない、ごめんね。うん。さよならの向こう側か。ごめんなさい、日本さん、わかんない、それ。さよならの向こう側、わかんない。ごめんなさい。あ、小泉さん、どうもね。飲酒動画か。見てたのか。うん。僕は今日のんびり、キャンプ行かなかった、結局。ね。また今度行こうねって感じで。それで家でね、のんびり動画見てたよ。アウトだけので。なんか、ゆるちゃんだっけ。アニメ、かわいいね。あれね、ゆるちゃん。うん。ゆるちゃん見てたら、あの子とはちょうど青春時代だからね、あれね。そんだけで、青春ソング歌ってます、そんな感じ。そう。さ、うん。あんま僕わからない。桃井ちゃんのメインは知らないからさ。じゃあ今度これ行こうか。歌える歌ならリクエスト答えけどさ、ごめんね、歌えなくて。じゃあ桃井ちゃんの次はこれ行こうか。青春ソングの定番、これ行こうか。青い山脈行きましょうか。青い山脈、これも青春系だよね。青い山脈ね、青春ソングといえばこれ、青い山脈行こうか。若者ソングね。無視じゃないでしょ。ごめんなさいね、向井さん。どうも。小虫から無視してないよ。うん。若く明るい歌声に、なだれは消える花も咲く。青い山脈、雪割り桜。空の果て、今日も我らの夢を呼ぶ。古い上着よさようなら、寂しい夢よさようなら、青い山脈、バラ色く燃え、憧れの旅の乙女に通りもなく、雨に濡れてる焼け跡の名もない花も降り仰ぐ、青い山脈、輝く峰の懐かしさ、見れば涙が、またにじむ。キーキーも夢見た、母も見た、旅路の果てのその果ての青い山脈、緑の谷へ旅を行く若い我らに鐘が鳴る。もう今日はこの辺で歌う。この辺に行って、先ほどのおつまみね、今日のおつまみ、最近今日あれ豚バラのつる、先豚を買ってきたんで、電子レンジで温めたんで、あ、よし、温まってんね。お、ゆうちゃんに。今日はね、いや、豚バラの焼き豚、こんなやつをつまみに一杯いこうか。電子レンジで温めてたな。ね。もういい感じ。おー、うまそうじゃん。今日はこんな感じで。あ、いい香りだ。これにね、天ぷの焼き豚のタレかけて、これでいこうか。あ、まあそうじゃん。焼き豚、豚バラね。うん。天ぷのタレ。こんなやつね。まあそうじゃん。ね、これね。かく、うん、そうね、からしあったらもう作るね。じゃあ、これでいっぱい。じゃあ、飲み物飲む。あ、こんばんは。あ、どうもね、丁寧な、どうもね。焼き豚、豚バラの焼き豚ですよ。これで一杯。うん。これ、うまそう。今日はこちらで一杯。うまそうね。こんばんは。じゃあ、今日の飲み物。今日の飲み物。
そうなんです。朝日のやつ。朝日ザリッチで。じゃあ、こちらで一杯。今日これで焼き豚とこれでいこうか。朝日ザリッチ。こちらで。6%。じゃあ、こちらでいこうか。こんばんはね。かきぶろさんどうもね。白ご飯もいいね。どうも。してない、あれば使うからね、あれば使う。なきゃ使わないだけで。はい、乾杯。あ、いいね、乾杯。ちょっとからしもつけようか、からしがあった。からしも今日はこれね、ちょっとねぎからしもちょこっとつけて、うまそう。これいいや、ちょこっとつけて。あ、いいね、こんな風に。うまい。豚バラのつるし焼き豚って、つるし焼き豚。豚バラね、うまい。ちょこっとだ、これ。これでこの辛いもん、この量で。これでつけて食べるから。これ全体で枯らしてたからね、もう圧つかないから、この量でこれ全体につけて、うまい。これは大豆じゃないね、これ。まあ100円の店だけど、なんかあれ、そう、ショップ中中華だったかな、今ローソンストアになってる、そこのグラス売り場で100円で、まあ100円だけどね、全部グラスもう100円の店で買ってるよ。あれ、マキタで使ってるグラスもそうや、あれ。ほとんど100円の店か、カップだけで空いた容器で僕使ってんの。これはじゃあ、ワイズマートの、あ、じゃあ、これはじゃあ、ワイズマートじゃない、これはリブレ形成の方だ。形成ストアの。イルムの中、イルムの中のやつ。あ、うまっ。でもラーメン、そうかな、そうかな。でもラーメン屋の料理はちょっと、あれはおつまみのとこだよ。ラーメン屋でもさ、おつまみチャーシュー頼むとね、厚めに切るよね。ラーメンに入ってんのはもっと薄いよね、あれね。そうだね。ラーメンでもね、ラーメン屋でさ、チャーシューおつまみでって言うとこんぐらい厚めに切るよね。そんな感じだ。ね。ラーメン入れるのはもっと薄く切ってね。僕、こういうの好きなの。ネットでもよくあるんだよね。ヤフーショッピングでもさ。あれ、焼き豚とか買うとさ、あるよね、あれ。あれ、あれよくまとめて買う。前も食ったよね、あれ。あれ、豚の塊をさ、たこ焼きぐるぐる巻き作ったやつ。1本あたり1000円から2000円でぶっといのがね、3、4本、前にも買ったことある。2、3回あるかな。あったかくなったらね。まあ、あったかくなったら。わからないよ、ちょっとね。お店早い高くてね。まあ、近づいたら、外で飲むからさ。あったかく、今できない、外じゃ。まあ、近づいたら、でも、その辺飲んだら、やっぱ、キャンプ場になってる河原とかでしかできないと思う。あ、いいね、それもね。まあ、近づいたら寒くてできないし、今、難しく捕まっちゃうよね。うまい。なんか、うまい。甘いのこの苦いのが苦みが、ちょっと、まあしょうがない。ね、今度やりたいね、巻き方。
そう、あったかくなったらな。外飲みもいいな、もう外飲み。店は高いからさ。店だったら大変だよね、こんな焼き、店でこんな焼き豚一つ頼んだらさ。そうじゃあれ。おつまみ、チャーシューとかってもっと小さいもんね。ね。これ店で頼んだら相当するよな。いい加減だね。今日、津田沼のイオンで買い物したからさ。もう。津田沼くんやっぱすごいな。まあ、千葉県だけどさ、習志野市ね。まあ、千葉の都会だな、ほんと津田沼やっぱり。焼きことは違うなと思った。もういっぱい飲んじゃったよ。あっという間だったね。朝日咲き。そうね、もうそれやんなよ、散歩配信は。あれやるとさ、パソコン壊しちゃうもんね。あれで散々壊したもんね、パソコン。歩きながらもどうしても壊れちゃうね。もともとパソコンって歩きながらやるもん、持つのもんじゃないからさ。まだ XP の頃か、Windows XP。壊したな、随分なあれでね。ロシカとケンタッキー、今思い出す。あれはちょうどね、スカイアクセス開通日だった。僕、ちょうどあの日、土曜日だから休みだったんだよね。土曜日休みで、空港行き見に行ったんだよね。それで帰りゃ、少しぐらい、ね、乗ろうと思ってね、スカイアクセスで。新鎌ヶ谷で降りてね、あれ、その駅前にあったから、新鎌ヶ谷で降りて、結局に、あれ、新京成でこっち戻る、京成戻ってね、あれ、高さまだったら大変かな、これね、お金ね。まあ、だから、あれ、新鎌ヶ谷で新京成で乗れて、京成戻れっから、多少休んであれで。あ、そういえば新鎌ヶ谷ね、今回のね、ちょうどね、回線で、スカイラーの停車駅だもんね。まあ、青砥に止まる便と一緒ぐらいね、大体ね。青砥に止まるやつも新鎌ヶ谷に止まってね。随分変わったね、あれね。どうなってんのかな。利用者はどうでしょう。新鎌ヶ谷にスカイラーが止まって。うまいです、焼き豚。うまいよ。うまいよね。うまいよ、焼き豚。でも、もう一本持ってくんね。もうなくなっちゃったよ、ね。うまいよ。あ、やっぱ豚バラだからさ、うまい、これね。マクド。マクドかね、マクドね、行くけど。マクドです。そうね。行くよ、行きますよ。食べてる。配信しないだけで食べてますよ、マクド。カジムロさんはマック派なんで、僕マクドの方がなんか言いやすいね。人それぞれかもしれない。僕はね、マクドナルドはね、マクドって言った方がいい。マックってなんかちょっと無理がない、あれ。マックって言い方。マックって言うとさ、赤坂さん思い浮かべちゃう、マック赤坂。なんか嫌だ、僕。だからあえて僕マックって言わない。マックって言うと、マック赤坂をふとするんで、あんま嫌だからさ、あんまね、マクドはナルドはマクドって呼んでる、僕。マックって言ったら、うさんくさい。選挙に出る人いるよね、あの人によくね。あれを思い浮かべちゃうんだ、マックって言うとね。嫌でしょ、あれ。それもそういうこともあって、僕マクドって言いますね。マクドなると、マクド。マクドの方が自然だよね、マクドの方が。嫌 だね、嫌だ、ね。そう、マックだから、マクドなるとマックってあんまり呼びたくない、僕。思い出しちゃうから。あのうさんくさい人。ね、マックって言うとダメね。まあ、船長って、船長すごいみんな見るからさ、いろんなことやってっからすごいよね、あれね。全然当選はしないけどさ、ね、印象に残るね、あれ。あ、多分結局お金のある人はそれ狙ってんだろうね、あれね。まあ、当選しの分かっててさ、あれ。立候補すればさ、政見放送もできるんだもんね、あれね。選挙候補もだって配られるし、ね、だから。自分のこと印象づけるためにやってんだろうな、きっと。ね、マックさんとかって。ね、もう当選したの分かりきってけどさ、お金に余裕ある人はさ、ね、多分そうでしょ、マックさんね、マックかさかね。すごいな、ほんと。あんな絶対当選しねえよな。
笑っちゃう。お金が、本当、ある意味道楽なんだろうな、あれもね。みんな、みんなそう、ね。さあ、じゃあ2本目持ってくるんで、もう1本だから。ヤミさんどうもね、今日はね、焼き豚です。焼き豚、豚バラ焼き豚ね、カネギからしのっけてね、発泡酒、2本目持ってます。朝日ドリッキー、朝日のやつ、スープ。ちょっと度数ため6度、6%。今日はね、青空行かなかったからね。ああ、行けなきゃ。疲れんだ。奥多摩口早起きしなきゃいけないからさ。疲れちゃうよ、本当、平日からでさ、行きたいんだけどさ、疲れちゃって、もう、まあ、乾杯。もう、明日の週こそね。ああ、そういえば今年、来月か。来月は天皇さんの誕生日だね、一般さんがね。はあ、そう、すごい久しぶりだよ。多分今年やんだろうね、一般さんがね。ずっと一般、新年さんがね。天皇誕生日参加さ、中止したけどさ、コロナのせいでさ、もう今年だけやるかもしんないね。一般さんがね、楽しみね。充電前にだって4000ユーロ集まっからね、あんなもんやるね。そう。あれじゃね、もういるんだもんね。だいたい充電だいたい1回4000人ぐらい集まっから、4000、4、5000人か。まん延防止とか言ってんのに、あんなのやるわけないよね。でもうそろそろね。いや、大丈夫。好きじゃないよ。だって日本人もみんな行くじゃん。うん。北朝鮮の人たちがさ、みんなさ、キムさんのためにさ、万歳してると同じだよね。いつも思うよね。北朝鮮って大ニュースでさ。キムさんのためにさ、集まってやってんじゃん、旗振って。あれ、あんな感じ、ほんと日本と変わんないなと思う、あの光景。日本もそうだもんね。天皇誕生日とか言うとさ、ね、皇居でさ、万歳ってさ。ほんとやっぱ女、相手はどうして似てるなとか思っちゃう。ね、一般参加でさ、とか、ね、あるじゃん、新年参加とか誕生日参加でさ。北朝鮮もさ、キムさんのさ、ことでやってるよね。ほんとあの雰囲気、ほんと日本に似てるなぁと思う。あれを見ると北朝鮮のあの感じ。でもね、2月の半ばだからね、今よりだいぶ落ち着いてると思うよね。でもまだ、でも5月だからね、あれね、5に変わるのはね、でもどうなんだろうな。うん、ね、5月になったら変わるね、まあ、あれね。一般の病院でも見てもらえるようになるし、あれ、変わってね、うん。今特別扱いだからさ、特別のそれの指定病院で、5月8日だっけ、連休明けか、だったら、普通の病気のようになるみたいよね。うん、一般的な扱いになって。皇室は嫌いな人はいないと思うよ、あれ。みんな好きでしょ。そうそう、その方がいい。嫌いっていう方が僕、まずその方が人間としてどうかと思う、僕。うん、大抵の人は好きだと思うよ。うん、あ、そうだ、この日は、佳子さまが結婚するみたいだもんね。いろいろ見て、検索してるとね、佳子さま。もう、そんな、それが佳子さま。ね、佳子さま。やっとさ、眞子さまが去年結婚したんだっけ、したからさ。前から言ったけどね、眞子さまがまだ結婚してなかったから ね。でもやっともう結婚してるんで。次、もうそうみたい、今年は。佳子さまが発表あるみたい。うん、佳子さま。やっぱ女の子は可愛いな、みんな若い子ね。みんなそうね、今皇室にはさ、佳子さまもそうで、あとは愛子さまとかね、年頃の若い子がいるからね、見てて楽しいよね。うん、本当若い子は悲しい、可愛いよ、本当。みんなお年頃だもんな。うん、
僕の紀子さんが結婚したのつい最近だからね、あれ。でもあれが20たって、早いね、考えたらね。まあ僕らの世代わかると思うけどさ、紀子さんね、あの人ね。まだあの子20代の頃ね、結婚したね、あれ。あれつい最近なんだ、僕の中じゃ。もうつい最近なんだけどね、早いなって思う、ほんと。二十歳過ぎてじゃ、ほんとさ、二十歳まではさ、長いけどさ、20歳過ぎてあっという間だよ、ほんと。ね、僕のがさ、紀子様がさ、あれ、秋篠宮さんとさ、一緒になったのとつい最近の出来事なんだよ。つい最近なんだけどね、そのもう娘さんがもう結婚する年頃なんだもん。早いよな、ほんと。早い。だから、紀子さんは相当おば、お、ねえ、まあ、そう言えないよね。ねえ、年取ってたんだろうな。まあ、焼き豚ね。豚バラ焼き豚。つるし焼き豚。紀子さんは相当おばあさんってこと。今日、勤務じゃない、僕は。朝死んじゃうから。勤務じゃない時、今日、今日は朝日よ。今日はね、新ブリって人気あんのかね、あれ、新ブリってサントリーの。あれ、晩酌の流儀って見たけどさ、あれ全部金麦だもんね、あれね。人気あんのかね、ほんとね、わかんないけど。ね、晩酌の流儀、女の子がさ、毎晩飲んでんだけどさ、飲むのが金麦なんだよね、あれね、サントリーのね。それ笑っちゃうね。サントリーなのかな、あれ。スポーツ、関して消費してんのね、あれ。晩酌の流儀って。女の子がさ、仕事が終わった後家で毎晩飲んでるってやつね。値段変わんないよ、これ。いや、最近、札幌の方、あれ、麦トップの値段は安いですよ、あれ。七麦より。もっと、似たような値段だけどさ、数十円だけどさ、あいつ他の方が安い発泡してあるけどさ。似たようなもんだよ、ほんと。朝日も、値段は変わんないと思う。まあ、昨日飲む時もあるけどね。毎日見てる人は分かると思う。そうなんだ、新聞屋か。新聞屋やってんだよな、新聞屋に。それは思いがある、新聞屋。読売やろう、読売やろう。読売はひどいよね、あいつら、新聞読売。読売がさ、新聞部数多いのはさ、各教員がいい加減だから、あいつら、ほんと。無理やりに座って。あれ、まだ大塚に文京区に住んでた頃、そうあったよ、僕も。新聞の各教員がさ、無理やりやって。ひでえなと思う、ほんと、各教員の野郎。読売のほんと、半分ヤクザみたいなもんだもんね、新読売の各教員って、あれ。だから部数が多いんだ、読売ってあれ。ねえ。読売らしいで、読売。うまいじゃないか。焼き豚最高じゃん。あ、そうだ、これ。これも結構そんな近いと思うよ、これ。朝のリッチに。まあ、新聞の方がな、これよりも古いからな。すごい、住み込みよ。朝2時半だもんだって、2時半に朝刊来るでしょ？ね。住み込みじゃないとできないんだよ。で、あでもそうよ。で、そう、だいたい配達はみんな住み込み。あ、休憩所にも運ぶ人はね、ちょっと遅くていいから30分遅くていいんで、通いだったけどね。みんな住み込み。みんな住み込みじゃないじゃん。2時半だもん、教官来んの。その日配り始めてやるから。今思うとね、笑っちゃうな、本当。2時半、あの頃は2時頃起きてたんだもんね。今、2時頃なんか下手したら、まだ寝始める頃だもんね。面白いなと思って。2時って、本当そうだ、今。2時過ぎ、そう。
修繕で帰ってくるとさ、ここ来るの一気に回っちゃうからね。うん、じゃあ、京大学の12時半ぐらいで、うん、あの頃はそうじゃないもんなのかなと。うん、2時過ぎに起きて2時半頃に下に降りてきたやつだからね。今、その頃本当にね、初めの頃だから今。だいぶ変わったな、あの頃と。あ、これ、うん。そうね。もう2本飲んでからでしょうね。僕は日経ね、日経を配ってた日経、池袋周辺ね。まだビッグカメラ、あれ、丸井がさ、ビッグカメラに変わる前だからね、ずいぶん前よ、今、池袋のさ、あそこ、ビッグカメラだもんね、あそこ。だいぶ来た、もうだってもう20年、20年以上前だもんな、新配達。20代だから、あの頃だ。そうだ、20年以上前だもん。まあ、池袋の駅周辺もずいぶん変わった。ちょうどね、ちょうど僕がね、新聞配達の頃はね、日経流通新聞っていうのがね、ジャーナルっていうのに変わった頃。ちょうどその頃ですよ、ジャーナル。あったよ、今。日経流通新聞がさ、日経ジャーナルとかね、買ったよね、あれ。あれ、タイトルは、それその頃、ちょうどその頃して配ってた日経、うん、日経ジャーナルに。小泉劇場の頃だって、僕ちょうど小泉劇場、都議会議員選挙があって、日経ジャーナル、そう、あれ、週3日、火、木、だっけ、火、木、土なんだよね、週3回、火、木、土。ね、日経はさ、日経本位のおかげ、日経三条新聞、金融新聞があってね、三条新聞、金融新聞っていうのはさ、月金で、月曜から金曜ね。日経は月日。だからね、火曜日が一番ね、日経はね、大変と言われた火曜日。週頭の、頭に来たじゃん火曜日。で、流通、金融、三条、本紙全部揃ってるからね。もう飲んじゃった。もう、じゃあ3本目行こうかな。うん。3本目。行ってみよう。まあ明日も休みだし、じゃあ今日は3本目だ。まだ焼き豚もあるしな。うん。三番目持ってくる。はい、三番目もね。朝日だり。ちょっと度数高めのやつ。新聞配達の頃ではもう10年以上じゃないです。新聞配達の頃にね、行っただけだからな。昼頃かな。じゃあ3本目。はい、乾杯。うん、またね。ああ。どう。はい、これおしまい。今日は焼き豚だ。豚バラ焼き豚。うん。僕は歩き鉄僕はね、いろんな僕は歩き鉄なの、線路沿いを歩くっていう鉄道好きなんです。歩く分にお金かかんないからさ、
地図見てさ、この線路沿い歩こうってやつ。もうそれが好きなわけ。時間になるときに。ね。地図を見て、この線路沿い歩こうとかさ、歩き鉄ってやつ、僕。一番金かかんないやつ。一番経済なんないやつ。一番経済なんないやつ。歩き鉄。乗らないから。旗から線路見るだけなの。でも、多少とりあえず線路見てると、やっぱ、まあ、この間よく行くぞ、僕。うちは京成線で育ったからさ、この間四国も行ったけど、そのやっぱね、国鉄はやっぱ線路幅狭いんでよくわかる、ほんと。普段、京成見てっからさ、やっぱほんとね、国電はさ、線路幅狭いなと思ったこの間も、年末年始行って。ほんとね、もうほんと僕京成線で生まれ育ったからさ、形成あれ、もう僕の頃はもうすでにもう小中1になってからさ、もうね、ほんと、それとかやっぱ国鉄、まあ、JR はな、狭いなって実感するな、ほんと目の前で見るとね、せーの、ああ、本当だ、やっぱ形成より狭いやって。京浜急行が小中だからね、京浜急行合わせたの、形成は。そう、ぶらり。で、ぶらり途中下車乗るからね、お金かかる。僕は、ね、乗らないから。一番タキが悪いから、乗らないから、お金かかんのやけ。鉄道があれば安心だよね。鉄道で歩けばさ、たどり着くも乗らなくても乗らなくてもさ、線路があれば、その線路を横に見て歩けばさ、だからその点迷子になりにくいんだ、鉄道があれば。そうですよ、線路沿い。だ高速道路に僕に考えられないですね、今。車弱いからな、僕な。でも豚バラうまいね。国道は有名だからさ、あれも目安になるんだよね。あれ、気配信してた頃さ、羽田空港まで歩いたけど、あれ、ちょうどさ、あれ、京浜急行っていうのはさ、もともと国道沿いだから、CG からさ、ちょうどね、京急沿いなんだよね、京浜、あれ、羽田、あの辺はそう。あとね、ちょうど、羽田空港の国際、ターミナルか、国際線ターミナルできた頃はね、歩いたけどね、ちょうど京浜急行沿いだって、ちょうど京浜急行って国道沿い通ってるからさ、ね、歩いたんだよ、あの時。だからね、結局ね。あれ、もともとそうなんだよな、京急はさ、そう。京成と違ってね、最初から国道沿いに敷いてからね、そこね。国道沿い歩いて、羽田空港まで行って、いや、歩いたんだよ、あれ。ちょうどあれ、いろいろな雑誌とかサンメディアでさ、いろいろ、新タイムで特集してた頃だよね。僕も歩いたんだよな、それで。歩いてね、それで。で、神田空港着いたところで、京急の駅の横丁に、まあ、売店がある、あれ、売店かな？あれ、よくあるよね、駅の横ってさ、あれ、お店がさ、そこで一杯飲んで帰ってきたんだ、僕。やらないです、歩き配信。やんないです。やらない。歩き配信やると大変だよ、ほんと。疲れちゃうから、わかんない。あした荷物届くんだよな、ネットで買って注文したのが。ネット、確か明日の、あの、キャプテンスタッグでね、座椅子があるんじゃん、座椅子。あれも注文したのがね、もうずいぶん前からね、届いてんだけどね、平日受け取れないからさ、明日受け取れるようになってんだ、あれ。キャプテンスタッグ。だから明日、それとキャプテンスタッグの座椅子。
今度のキャンプはそれ使おうと思って。チャプタースタックの材質。そう。もういい。飲食店行かない代わりにスーパーで買い物してから、ね、スーパー好き。うん、まあ、焼き兄弟は、エルムの中に警察とはで、反対側にやワイズマート。ね。町屋は赤札と。ね。わや、カリムラさん、ごめんなさいね、僕。ワイズマート関係ないよ、あれ。今じゃないワイズマートは関係ない。一川市に本部があるスーパーで、この辺、ほの千葉県のこの北総エリアに中心にある、ワイズマート、ワイズ。この辺にあるわけ、ワイズマートって。千葉から東京、もうほぼ京成沿線と被るぐらいのところにあるわけ。イオン系ではないです。うん、ワイズマートは。うん、ワイズ、ワイズマート。イオン系じゃないです。一貫に本店があるようなスーパーで、この辺の食品スーパー。だからね、やっぱ駅の近くのね、なんだっけ、南千住だっけ、秋前南千住にもありますよ。ワイズマート南千住。南千住ね。うん。赤羽は都内ね、都内。都内の中心部。池袋とか新宿の駅の近くに、ね、あるね、ある。そうね、うん。まあ、京成、そうね。そう都心以外は京成と両馬線かぶるからな。あの辺で。うん。まあ、東側ですね。東側はワイズマート。東側にある。東京都の東側に中心にあるのがワイズマート。首都圏の東側。都心にある食品スーパーが赤札堂で、東側にあるのがワイズマート。そんな感じかね。ワイズマート。ワイズマートね。焼き物もあるし、だから焼き物もあるし、隣に見もみもあるからね、ワイズマート。焼き物の隣の駅にも見もみがあるんだけど、そこにもワイズマートあるんで。隣って言ってもね、駅間距離がね、離れた、焼き餃子の耳はね、一駅だけどね、駅間距離が 2.6 キロあるからね、ちょっと離れてんだよね、2.2 キロ以上あるんで。持ってない、スーパーのポイントコードは持ってないよ、全然。そういうの使わない、うん。結局、あれカードですかね、結局、いろんなスーパーで買った方が、長期的に見たらお得なんだ、あれ。ポイントに縛られない方が。僕はそう思うんだ、あれ。ポイントカードを使わないでさ。その方が、長期的に見たらその方がお得だと僕は思う。カードがあることによってさ、結局、ポイント貯めようと思ってそこで買うようになっちゃうからさ。もうそれも、だからもうそれが嫌なんだよね、僕のそれ。だからあえて、あえて僕はあえて僕、使わないよ、うん、ポイントカードは。意外とそうなんだよ。ポイントのためにさ、ね、うん、一回集中しちゃうから、僕、あえてそれ作んないで、ね、いろいろ。野鳥台の駅は三台側に警察とはもあるんでね、うん。うん。意外と。ね、ポイントに縛られるとさ、その店はばっかになっちゃうから。うん、考え方次第、そう。考え方次第。
ラ肉うまいね。バターと豚バラチャーシュー、焼き豚。まあ、いや、最後の焼き豚、一人でペロリだね、一人でペロリだね。今日はね、スタンバイにはイオンがあるんで、イオンモールがあって、イオンでズボン買ったんだ、ズボン。ズボン買ってきた。2000円ぐらいの3000円ぐらいの買ってきた。うん。2本買ってきて5000円ぐらいか。うん。ズボンがもうちょっとね、もう穴が開いてきたんで、1本。もうズボンは、ね、上に落ちてきちゃったんで、上の部屋に落ちてきた。うん。いつも似たようなズボンよ、俺。一本今履いてるやつ、同じやつ、同じタイプ。うん。4はいいよ、あれは、ほんと。4だったら、素揚げしなくてもいいから、あそこはほんと、腹回りがさ、僕はさ、デブだからさ、あれ。他の店だったらさ、腹に合わせとさ、そう長いんだけどさ、4はさ、あれ、丈がいろいろあるからさ、いいよね、あそこね。4の場合。4の場合はさ、ほんと、だから、素揚げしてもらわなくて買えるから、それいいんだよね、イオンって。だってね、そのタレトップバリューだったら、ほんと。あれ嬉しいよ、ほんとね。ちゃんとあそこは、竹はいろんなのあるからさ。もう僕みたいな体型はさ、他の店だとさ、あれ。だって、素揚げしないとね、買えないけど、イオンの場合は、ほんと前もってさ、ちゃんとね、いろんな竹が揃ってんだよね、あそこ大体ね。あれ嬉しいんだよね、あれね。あれほんといいじゃんね。だいたいさ、どんな店でもさ、裾上げはさ、無料でしてくれるけどさ、まあ、する時間はあるからね、その時間がかかんなくていい。あれいいわ、ほんと、あれいいわさ、あれ、ちゃんと。腹回りが一緒でも、その長さいろんなの揃えてるからさ、だいたいあれで大丈夫なんだよね、あれ。あれいいよ、ほんとね。あれ、まためんどくさいもんな、裾上げの時間ね。買い物でも別にお金は取られないけどね、あれ。素揚げなんかはね。でも、時間かかるからさ。あれは本当にいい、あれ。だからイオンで買ってるズボンは。いや、兄弟だったら大体、ツタの間が効かないんだ、イオン。いや、兄弟だったら。ツタの間が効かない。ヤキオにもイオンはあるけど、あれはね、ヤキオのイオンはあれ。東洋高速の方なんで、うちはまた別世界なんで、東洋高速は。そうね。うん。すぐ破れてもね、安いから買えるんだよね。うん。そういう、すぐ破けても2、3000円で買えるからさ。大丈夫。うん。そう、用心はそういうあれ。素揚げしなくてもいいからさ、そう、店舗にはさ、素揚げする要因置かなくてもいいからさ、その辺も安く抑えられるんだと思うよ。ね。ちゃんとね、そうでしょ、あれ。素揚げするのは、それなりの技術必要だけどさ、素揚げしなくてよければ、そういう人必要ないもんね。あれ、いいよ、ほんと。そう。焼き鳥の用は、東洋高速優先なんで。なかなかね、うちは行かない。歩いたら1、2回以上かかんもん、あれ。野鳥台から歩くと、東洋高速まで。うん。1、2回以上。1、2回以上歩くならば、電車乗った方が、数十分、2、30分できちゃうから、砂沼。うん。20分、30分ぐらいかな ?20 分から30分できちゃう、砂沼で。電車乗れば。そう、今日は野鳥台からよ、神さんの。あそこは、うちから歩いたら1、2回以上歩くや、あれ。京成と東横高速の間で何もねえからさ、
歩くしかないもん、うち車ないから。そうです、ちょうどないってる。あの、イオンの、あの本社もあるし、あの会話さ、イオンはだね、海心幕張の近くにイオンの本社あるしね。あの辺はイオンだらけだからね、もともと。大英から、もともとイオンがあるし、大英から変わったイオンもあるでしょ。あと、外資系、撤退した外資系のイオンもあるから、あの幕張会話はイオンが多いわけ。そう。もともとイオンもあるし、外資、潰れたり撤退したイオンなのがイオンだとあるんで、あの会話。そういう、もともと。なんだっけ。フランスのスーパーだったような、なんだっけ。あれも撤退したり、あれも幕張があったのって、あれもイオンになって今だったもんならね。フランスから来たスーパーがあったりは世界的で大きいスーパー。日本に来たけど、あっという間に撤退したけどさ、ね。撤退した後、あれもイオンになったのが幕張にもあったんで、あるんで。ただ、あの回はイオンが多いわけ。だいたい、みんなそうね。いや、イオンだらけ。大英系もそう、当然大英もあったからね、大英も、あの辺は。もう大英も、破綻しちゃってさ、今イオン系だから。ほんとあの辺多いわけ。で、今多少変わったかもしれないね。うん、あれからね、閉店したのもあるとは思う。あ、さあちゃん、まあ、彼といえば最近はそうだ。あれ、マリンスタジアムがさ、もう老朽化してるの驚いちゃったね、さ、最近、ネットで見てさ。あれ、もう30年ぐらいだけどね、マリンスタジアム。やっぱ、海の近くだからさ、老朽が早いみたいね、マリンスタジアム。そういうニュースになってるよね、あれね、マリンスタジアム、どうなるかって。最近、ネットで見るよね、マリンね。つい最近できたと思ったけどな。もうでも30年ぐらい経ってんのか。でも30年でもう老朽化があって、早いなと思った、あれ。マリンスタジアム。やっぱ海の影響かなだね、マリン。マリンスタジアム。伊東洋華堂はね、行かないんだ、ほとんど。行けんかないです。うん。伊東洋華堂は。マリン。ゾゾマリンね、あれそう。もともと、ゾゾの元の持ち主が、あれ、千葉市の人だったみたいで、それもあるみたいね、そうみたいな、ね、ゾゾってね。どうなんだろう、誰ね、早くね。移転先でいろいろネットで検索すると、まだ来ますね、みたいね、いろいろ。千葉市の中心部に作るとか言ってるし、どうだろうな、ね。つい最近、やっぱ海の近くやっぱね、潮の影響かな、やっぱ老朽が早いんだろうな。驚いちゃった、あれ。横浜とかさ、東京ドームよりも新しいみたいな体験できたの、あれ。でも、もう30年以上経ってるもんな。うん。2000、そうだな。早いな、ほんと考えたらな。まあ、スタジアムか。つい最近できた感じなんだけど、感覚じゃ。でも、もう、老朽化だもん。ねえ。いろいろ考える、そういうのね。マリンスタジアム。僕もだからつい最近できた感じなんだけどさ、もう30年経ってんだもんな。早いねって思うと、そう、次のさ、そう思うと。東京ドームもさ、あれ、確かそういうの、やったので、あれ、老朽、建て直し関連のニュース、たまにね、検索するとあれ出てくる、東京ドームずっとマリンより早い、古いからね。東京ドームもさ、つい最近だけどね、もう40年ぐらいなんだもんな、早いよ、ほんとな。そう、東京ドーム。早いね、みんなね。まあ、しょうがない。まあ、建て替えとか補修があるからね、境内なんだもんな、と思って。ただ、そう。ね、で、今年は、どうなるかだよね、あれ。日本ハムの本拠地移転で。どうなるかな。楽しみだ、あれね。あれ。なんだっけ、あれ。あそこ。洗っちゃった、あれ。あれ球場の何だっけ作りなんだっけあそこねあれ日本ハムのさ新しく作ったやつドーム球場ちょっとあれ笑っちゃったよあれなんだっけあそこね
あそこだね、失敗だよね、日本ハムのあそこはね、あそこ。なんだっけ。球場の白崎失敗したでしょ。でも、あれ直し、あれ、結局監督たちをさ減らして広げればね、ね、いいんだろうけどね、笑っちゃったならね。そうよ。A のイオン、イオン、そうよ。A ね、A の方ね。イオン、I になるとさ、普通の元素記号になっちゃうもんね。さて、じゃあ今日はこの頃かな。どうもね。今日はアウトドア、今回アウトドア行かなかったからね、こんな早めに、ね、普通に自宅の生存確認でしたね。ではまた、今夜この辺でおいとまとことで、おやすみなさいね。また、グッナイト、おやすみなさい、また明日。明日もね、こんな感じで今頃の時間やると思うんで、おやすみなさい。ありがとうね。ではまた、おやすみね。皆さんどうもね。シムズタもちろんあるよ、シムズタ。はい、もちろんあります。そのままです。じゃあまた、おやすみなさい。どうもね、ありがとうね。今日はよかった、普通に。いつもより早いもんね。散々歌っても、まだ9時になったところね。じゃあ今日最後はこの歌で。岡田奈々ちゃんのね、青春の坂道で締めようしょ。寂しくなると尋ねる。坂道の古本屋、立ち読みをする君に会える気がして、心がシュンとしたしは、昔なら君がいて、ほどけては冗談で笑わせてくれた。青春は長い坂を登るようです。誰でも一応ちらし、一人立ち止まる。そんな時、君の手の優しさに包まれて、気持ちよく抱けたなら幸せでしょうね。言葉に出せない、愛も心には通ってた。同じ道もう一度歩きませんか？ベンチのはげたベンチで手のひらを当ててると、君のいたぬくもりを今も感じます。青春は長い坂を登るようです。誰かの強い腕にしがみつきたいの。君といた年月が矢のように過ぎ去って、残された悲しみがしゃがみ込んでます。青春は長い坂を登るようです。誰にもたどり着ける先はわからない。そんな時、ほら、君が慰めにかけてくる幸せの足跡が背中に聞こえる。これね、岡田奈々ちゃんのやつ。青春の坂道。で、青春の坂道で検索すると出てくると思うよ。岡田奈々ちゃんとかさ、青春の坂道で検索してみたら YouTube すぐ分かると思うんで。僕は下手くそだからね、ごめんなさいね。でも、この歌好きでね、奈々ちゃんがね、まだ若い頃で歌ってたんだよね。岡田奈々ちゃん、僕のオナペットです。かわいいね、あの子ね。岡田奈々ちゃんみたいな女性にね、僕は突っ込みたいんだよね。そうか。いや、よかった。岡田奈々ちゃんとかさ、青春の坂道で YouTube で検索したら、検証してくるからね。僕は下手くそだから、ごめんなさい。どうも。岡田奈々ちゃん可愛いね、ほんと。岡田奈々ちゃんはこの青春の坂道の後にね、スクールウォーズとかでさ、あれ、奥さん役やった人ね、あれ、滝沢先生のね。じゃあ今日はこの、タップさんどうもね、おやすみなさい。今夜この辺で。ありがとうね、ハローさん、どうも。僕毎日やってますんで。
では、今夜この辺でお休みなさい。ありがとうね。でもまた今日は早、今日は休みだから早めだったね。じゃあまたね。また明日、おやすみなさい。また明日もね、今頃から。どうもどうも。本当うまくないよ。でもまたね、悪いね。またね、うんない。終わりました。最後この、最後この話見ようか、最後の締め。最後これで締めようよ。オーラスはこれでいこう。カリウドさんのコスモスカイドで。バスを降りれば、から松林、塩気の降りた白いレストラン。秋の思春期で出会う人は皆、なぜか目を伏せて、目を伏せ歩きます。コスモスの花は今でも咲いていますか？あの日の二人をまだあなたは覚えてますか？愛されなくても最後まで望みを捨てずにいたかった。道は越後行く北の道、左は木曽まで行く中、山道続いてる。コスモスの道があなたにかけた一つの季節。優しい日々は帰らないけれど、愛の思い出そっと取り出して、この胸に温め直す私です。コスモスの花は今でも咲いていますか？心の支えを今一人で訪ねてきたの。愛されなくても最後まで望みを捨てずにいたかった。右は越後行く北の道、左は木曽まで行く中山道続いてる。コスモスの道が。はい。今夜この辺でおやすみなさい。どうもね。また明日。